交渉、春三国同盟とは、天文二十三年に結ばれた、日本の戦国時代における和平協定の一つである。a 六十年の今川家による潮止めにて破綻。交渉春はそれぞれ甲相模、駿河を指し、この時それぞれを治めていた、武田信玄、北条氏康、今川義元の三者の合意によるもの。締結時に三者が会合したという伝説から、 全徳寺の解明とも呼ばれている。同盟の名としては、それぞれの国を表す、そう、春の順番は定まってはおらず、文献、研究者、機関などによっては、順番が異なる。戦国期には、地位権力としての戦国大名の確立にともに、大名権力による国内統一が行われ、大名両国の拡大に伴い両国同士の境界紛争が生じ、 戦争や和睦や同盟といった外交関係が持たれるようになった。海、鶴が、相模の三国においても守護武田氏や今川氏、御法上氏による大名両国が形成され、両国間に存在する国衆などを通じて、境界紛争や和睦など外交関係を持つようになっていた。戦国大名同士の同盟は、歴史学者の藤木久氏によれば、公主軍事協定。 相互不可侵協定、労働協定、婚姻の四つの要素から成立し、交渉、春三国においても、戦争、和平を繰り返しながら、それぞれの要素を満たして、同盟関係の成立に至り、東国情勢に大きな影響を及ぼした同盟として機能した。海の国では、欧二十三年の上杉全州の乱を契機に主語、武田信文が没落したため国州が台頭し、 守護武田家内部の来航と有力国衆の構想、関東情勢の影響が複雑に関係し、有力国衆は、駿河今川氏や相模御法上市、信濃国衆ら国外勢力と結び乱国の様相を示していた。信虎期には、甲斐の国内の統一が達成され、信虎は天文六年には、娘が今川義元に嫁いだことで、駿河今川氏との同盟が成立したほか、 シナノスワ氏や上野の関東関連山内上杉氏、武蔵大木谷上杉氏と同盟を結びシナノ作、小さ方方面への進行を施行していたが、両上杉氏と同盟したた子北条氏とは敵対関係にあった。なお、信虎は、上杉智之の娘を、着子の春信の性質に迎えて、大木谷上杉氏との関係強化を図ったものの、春信夫人は、間もなく死去している。 天文十年に、武田家では信虎着子の春信による信虎のするが、今川家への追放が起こり、春信へ、投資交代する。春信は、翌天文十一年に、品濃諏訪氏との同盟を手切れとし、諏訪信仰を行った。さらに春信は、天文十三年に、相模北条氏との和睦を進め、翌天文十四年には、今川、北条間の第二次。 加藤一覧を調停し、今川、法上に山内上杉氏を加えた三社間での和睦を成立させる。その後、ご法上氏と山内上杉氏の和睦は崩壊し再び敵対関係に入り、川越城の戦いでご法上氏は大象を収める。天文22年には信玄娘の大場委員が法上家に突ぐなど武田と今川。 北条三者の間では和睦と婚姻が行われ三国同盟の元準備が整い、一方で武田氏は品野の両国化を本格化させたため品野国衆は山内上杉氏を頼り、天文十六年の作軍志賀城攻めを機に山内上杉氏との関係は堅悪化していく。今川氏との同盟関係は春の上の党首交代後も継続され、天文十九年に 吉本正室であった、信虎娘が病死するが、天文21年には義元娘が、春信着難義信に嫁いだことで同盟は、回復する。武田氏が、春信武に、外交方針を転換し、今川、北条との同盟関係に転じた背景には、品の信仰の本格化が指摘され、品の信仰においては死後小笠原氏や北新国衆、村上氏との抗争が激化し、 天文17年の上田原の戦いにおいて、武田氏は大敗している。こうした経緯から、武田氏は、今川、北条との同盟関係により信濃進行を安定して進められるようになり、越後の長岡ゲトラとの構想が激化していく。なお、海においては五北条両国の相模に接する、軍内地方には、普代河老の小山田氏、今川両国の駿河に接する河内地方には、 国一門州の穴山氏がおり、それぞれ交渉、木の江春関係において取り継ぎを務めるなど、大名間に存在する国州として重要な役割を担っている。交渉関係においては、小山田氏が主に取り継ぎを担当しているが、宿老で春の書記に諏訪軍大を務めている板垣信方、春の側近の駒井田か次郎祭、向山又七郎らが、 外交に携わっているほか、あまり信忠の関与も可能性が考えられている。なお、小山田氏は、後法上氏の軍役長である、小田原州所領役長にも、向山又七郎と共に、名が記載されており、後法上氏から取り次給を得ていたと考えられている。木の絵春関係においては一門の穴山氏が担当しているが、他板垣信方や、 小前高次郎祭の関与が確認されている。相模小田原の北条氏はもともと、室町幕府の有力な官僚である伊勢氏の出身であり、足利一門である今川氏と近しい関係にあった。北条氏の子祖である伊勢政治の姉北川殿は、今川義忠の正室であり、義忠と北川殿の子、今川氏家を政治が家臣として補佐していたことから、 政治が自立した後も同盟関係にあった。しかし、天文6年に今川家の後継者争いに乗じて、武田氏と今川氏が婚姻同盟を結ぶことになると、総運の後を継いだう実名は兵を挙げて、駿河東部に進行し料師と衝突。後に講和に王子和兵への道を選んだが、緊迫した情勢は続いた。天文十五年、北条氏は川越野戦の勝利によって、 武田、今川の連携を後ろ盾としていた両上杉氏、小学坊を駆逐し、関東での支配権を少しずつ広げていた。その後は僕なったとはいえ、今川氏との緊張は続いたが、関東支配のためには、武田氏や今川氏との関係悪化は不利益との判断から、両氏との同盟締結への道を模索していた。駿河府中の今川氏は、今川氏テルが、 北条氏との同盟関係を重視し、武田氏とは敵対していた。しかし、天文5年、宇治テルの死去によって後を継いだ今川義元は、家督相続に際して天文6年に武田氏と婚姻することで外交方針を転換した。このため北条氏との対立を招き、富士南陸の領土紛争に発展した北条氏との関係は、講和によってひとまずの鎮静を見た。 その一方で、今川氏は、東東海、三河へ進出し、尾張の田氏とも、対立、天文17年の小豆坂の戦いなど大規模な軍の衝突も起きていた。このように東と西に敵を持つことは、戦略上、好ましくないと考えた吉本は、武田、北条領氏との関係修復の上、新たな名役を結ぶことを求めた。 それぞれの利害関係から合意に至った三国の同盟は当主である武田信玄、北条氏康、今川義元の娘がお互いの着手につぐ婚姻同盟として成立した。このように三国の盟約が実現された。同盟締結による三者の利益は明らかで、武田氏では、死なのにおける覇権を確固たるものにするため、天文十二年から始まる川中島の戦いで、 越後国上杉氏との数字にわたる争いが本格的になった。この合戦では、交渉同盟により同じく、北武蔵において、上杉と対決していた北条と相互に兵を出し、今川氏からも援軍が派遣されている。不利な点は、今川氏と北条氏が三河から下宇佐までを支配しているため、日本海側に領地を獲得しない限り直接海に出られない。 また攻撃できないということである。北条氏では今川氏との友好関係を取り戻し、北武蔵信仰において、武田氏とは上杉謙信という共通の敵を持つことで、交渉同盟により後輩の憂れをなくし、上杉を名目上の主と仰ぐ佐竹、宇都宮、長野、里見などに対して関東の平定を推し進めることが可能となった。不利な点は上落する道を、 今川氏と武田氏に塞がれていることが挙げられる。ただし、北条氏はそもそも上落を志向していないという説が有力である。また、A69 年10月26日に今川氏真の名前で、駿府の今塾に出されたハットに、するが関東が共に、協作で伊勢国から駿府を経由して関東に売却する米に関しては、米座でなく、 承人頭の友の氏が扱うように命じた規定があり、関東が強作で、北条氏の両国が基金に陥った時には、今川氏が救援の手を差し伸べていたことが判明する。今川氏では、新たに影響を及ぼした三河の経営など、領内の支配体制を確立しつつ、戦略面においては争う相手をお出しのみに絞ることが容易になった。 武田氏の太平洋沿岸への進出が事実上不可能であること。北条氏が将来上落を企画しても陸路では難しいことを考慮すると、三国同盟は今川氏が最も得をすると考えられる。その一方で、三国同盟で解決できなかった問題もあった。例えば、三河、品野、美濃の国境地帯に勢力を置く東濃地方の遠山氏は、隣の品野の基礎軍。 稲軍が武田氏の支配下に入ると、その参加に入って、美濃の斎藤道蔵に反抗しつつ、三河北部にもたびたび進出して、今川氏と戦っている。斎藤氏と小田氏が同盟を結んでいる時期には、武田氏が遠山氏の動きを抑えつつ、今川氏と共同で対処する方針を取ったが、斎藤道蔵の死後に、小田氏と斎藤氏が敵対関係に入ると、 東山市の動きも活発化して今川市の三河進出に支障をきたす事態となった。交渉、春三国同盟は別に全都九次会名と呼ばれることがある。また、全都九次会名を出来事、交渉、春三国同盟を外交状態と区別して表記されることもある。が、全都九次会名自体の史実性は否定されている場合も多い。 前徳寺は、現在の静岡県富士市今泉に所在した、臨済修寺院で、創建は、南北朝時代、前徳寺城と呼ばれる城郭でもあった。今川義元も幼い頃に入山し、御法上氏との争いで消失するが、その後再建された。この同盟の功労者として、今川氏に仕えた大元摂西の名がよく挙げられている。摂西は、 前徳寺で修行していたことがあるそうで、主君、今川義元に、武田氏、北条氏との同盟の重要性を解き、武田信玄と北条氏康をも説得したとされる。そして、三者の会談の場として、権力から中立である寺院がふさわしく、自信とも縁が深い前徳寺を圧戦した、というものである。この三者会談は、小説や歴史ドラマなどにも取り上げられることが多く、 武田信玄、北条氏康、今川義元の三人が実際に顔を合わせて、名役について話し合った様子が描かれている。有名なものでは、NHK の大河ドラマ、武田信玄で、三人が、富士山の見る方角について和やかにかつて気外心を持って会談する場面がある。しかし、このように、戦国大名が直に対面する機会は、 全体から見ると非常に稀であること、この解明の出典が北条側の軍伝のみであり、解明の記録に誤った部分があること、またこの時期の武田氏は、すでに上杉氏との争いで予断を許さない状況にあり、信玄の出席に現実味がないことなどから、全徳寺解明なる逸話は創作であるとされるのが一般的である。ただし、大石安氏は、 同盟が締結された時期に、全徳寺のすぐ近くにあり、境目の城として機能していた、広告事情が大規模な改築を行われていることを指摘し、広告事情で同盟に関する重要な協議が行われ、広告寺解明と呼ぶべき会談が行われたのが、後世に誤って近くの全徳寺で行われたと誤伝された可能性もあるとしている。実際には、大元切祭の働きかけによって、 武田氏、北条氏それぞれの重心が協議を行い、当主の合意が得られた結果、と考えられている。永六年間には三国をめぐる外交情勢にも変化が生じ、今川氏は、終わり国内を統一し対等していた、織田信長と対立し、永六三年には、桶狭間の戦いにおいて吉本が討ち死にし、宇治真が当主となるが、今川両国は、三河において、 松平氏の自立を招くなど動揺を招いた。一方、武田氏は永六4年9月の第四次川中島の戦いを契機に川中島4、軍の支配を安定させ、上杉氏との交争は続くものの北進をめぐる、戦いは収束していた。ところが、今川氏残が三河を失い、続いて永六六年に演習奮撃と呼ばれる国衆の大規模判乱が起きると、 信玄は、穴山信君の重臣である、佐野主税助に対して密かに反乱が駿河にまで広がるようであれば急遽帰国して、彼方の長を行う旨を伝えている。これは氏真がとうとう身を失い駿河の支配まで揺らぐ、ようだったら、今川家臣を調略して、駿河に攻める計画を明かしたものと考えられている。実際には、反乱が駿河に広がることはなかったが、 信玄が同盟の破棄を考え始めたきっかけとして注目される。武田氏は、永六初年頃より、小田氏との外交関係を持っており、信長は、永六八年九月に将軍、足利義明を擁立し、上落を行っている。信長は、今川の当敵であった者の,の同年に、美濃国衆を通じて、信玄書士の高藤領主、諏訪勝頼との婚姻が成立している。 同年10月には、武田家において、宇治真妹,妹を室とする、信玄着難の吉信が無本を企てたとして、幽兵され、A60 年に自害する事件が発生する。吉信事件の背景には、武田家中における外交方針の対立があったと考えられている。A60 年6月、今川宇治真は2階への塩止めを観光した。これが、敵に塩を送るの古事の由来となる。 11月には、宇山真の要請によって、吉信の妻が今川家に返され、さらに、武田氏の投敵にあたる越後上杉氏との同盟関係を模索している。武田氏は徳川氏などに今川両国の分割を持ちかけており、これにより、交渉、春三国同盟の破綻が決定的となった。当時、三国同盟以外に、武田、 徳川の今川両国の密約、武田、織田の行同盟、徳川、織田の清津同盟が交わされ、織田、上杉両氏の間でも外交的なつながりがあった。さらに、信長の仲介で、武田信玄と上杉謙信の和睦が一時的にも成立しており、両者は必ずしも不具体点の敵ではなく状況が許されれば、和解、連携の可能性が存在し続けていた。 こうした状況下で、武田、今川両氏ともお互いの外交政策の情報が伝わっており、信玄は氏真による吉信の妻の帰還要請や、謙信との交渉を同盟破棄の大義名分に用いようと考えて、氏真の日を北条氏などに訴え、一方では、武田、今川、上杉による交渉、 少し三国同盟成立の噂を流して、今川家中を動揺させようとしている。翌英六十一年、武田氏は徳川氏と共同で、駿河今川両国への侵攻を開始する。武田氏は、北条氏にも今川両国の割譲を持ちかけているが、伊勢総武井の代から、今川氏との友好関係があった上、氏真の性質であった、氏康の娘、早川殿が氏真と共に、 とうとうみこ掛川城へ徒歩で逃げる羽目になったことに、宇治やは激怒し、春将同盟を重んじて、娘婿、宇治座ぬを保護すべく、駿河に援軍を出した。これにより、武田、北条間の交渉同盟も崩壊する。なお、この際、宇治政さ室である、大場院が会に送り返されたとする説があるが、近年これを否定して、大場院はそのまま小田原城に留め置かれたとする説も、 出されている。宇治安は、着村、法上宇治直が宇治真の後の今川の家徳を継ぐ、形式を整え、駿河支配の名目を整えた。法上氏は、武田氏を行為するため、越後上杉氏との同盟を持ちかけ、翌禄十二年に、武田氏は建成のため、法上領国への侵攻を行ったほか、信長、将軍義明を通じて、上杉氏との和睦を図るなど、 三国同盟の崩壊後は将軍、義明、信長政権など中央情勢と連動して展開していくことになる。三国同盟は不可侵条約であるとされているが、共同での軍事行動もいくつか確認されている。また、丸島和弘は三国同盟は援助の約束を伴う軍事同盟であるとする見解を示している。 戦国期外交の政治的意義については1980年代から研究が展開され、1990年代には三国同盟の形成や機能、解体過程に関する研究が発表され、成立、展開については、磯貝正義や大和田哲夫、久保田明、柴辻春徳らの論考があり、解体過程でも多くの論考が発表されている。また、 三国同盟に関する研究は、東国地域史の視点によるところが大きかったが、2000年代には、同盟崩壊後の武田氏の駿河侵攻や、正常作戦は、機内における、織田信長、将軍、足利義明の動向と連動している点が指摘され、解体過程については、機内政治史の観点や神立里の提唱した、戦国期、天下論の観点からも注目されている。 ありがとうございます。